でも僕は20歳過ぎてこの仕事をやらせていただくようになってからやっぱりその原作ものの,あの映画だったりとかドラマだったりとかそういう機会の時にこうガーッと一気に読み込むっていう作業がやっぱ大きいですかねあの前に僕がやった「定一の国」っていう作品は割とこう漫画に忠実にあったりとか、まあ、その作品によって違うと思いますけど。 でもやっぱりそうですねああの、そんなに漫画は詳しい方ではないのででもこ,うこの仕事をやってあこの原作のものをやらせていただくっていう時に、にこんなにも面白い漫画があったんだこ,れこういうのは人気なんだっていうのはすごく勉強させられてますけどね。少女漫画ののの原作のものも、 結構やられているんじゃないかなと思うんですが。それが意外とやってないんですね。はい、あ、そうなんですか。はい、ね、少女漫画にも出てきそうなね、感じがしますよね。うん、そのまま演じられそうですね。意外と。二つ。二 <laughs> つって結構やってるのかな。いや、でも、思ってたより。少ないなよ、ね。よく言われるんですよ。うん、結構、あの少女漫画、実写やってますよね。意外とやってないんですね。そうなんですねそうなんですよ。青空エールと、正々君主ぐらいですかね。はい。こう爽やかなね。もう。まさに少女漫画の。 王子様みたいな感じにイメージがあるんです,、ね、ですね。そういうふうに生まれてきてしまったということですね。<laughs> <laughs> いやいやいや素敵ですよ。はい。はい、いあとは流行りの漫画とかは読まれたりしますか。いや割と疎いんですけどあの。 兄弟が家に遊びに来た時とか、とかいとこのお家に行くとやっぱり「鬼滅の刃」の話は知ってますよね僕ついていけないのでちょっと追いつこうかなと思ったりもしてるんですけど「まあ、鬼滅の刃」はね確かに本当に詳しくないんで、ね、多分ファンの方から「ね、お前全然そんなの知らないのかふざけんな」って言われると思いますけど人気なんだよね鬼,鬼を退治すするんんだっけそ、うん、そうですねねなな知らないよ、ね、<う>まあ、ね、流行り でね今まあ人気があるそうそのやっぱこ、ね、そこの範囲にはちょっと一応乗っとかないと、うん、取り残されちゃうなと思いながらはい。<music>